今週のおまけです。今週のおまけはですね、安倍総理の、この国葬、葬儀を国葬とすることについてですね、これまあ各市がですねいろいろやってますけれども、まあ、賛成反対、まあ、半ばするような形で書いているんですよね。で書いているんですけれども、果たしてそうなのかなということなんですよ。でこれはっきり言いましてね、日本だけですよこんなこと言ってるの。世界中がですよ、世界中の国が安倍さんに対して、弔意を、表しですよ、その国を挙げてね喪に服すというようなことをねやったりしている国たくさんあるわけですよ。これ日本以外の国で、ね、でそういう中でですよ、日本がそれは当事者の、その国ですからね、そういう、国葬という形するのはもうこれは至って当たり前だと思います。多くの方はそう思ってるはずです。で特に私は自民党の、フレンでですね、自民党のに市場から町に安倍さん来られる予定だったんですよね。ところがその手前の奈良でこういうことになってしまいましたけれども、だから死亡現場は奈良なんですけれども、京都でもそういうご縁があったわけだから、フレンの京都フレンのですね、自民党フレンの、会館のところにですね、じゃあ、弔問していただけるように記帳台を置きましょうということになったんですね。ところがびっくりしたのはですね、そこにね、大して何も言ってないんですよ。でところがそこにもう次々と、この市民が訪れてですね、もう京都だけじゃなかったですね、いろんなところから来られてお花も届けられたりね、来て、で本当に拝んで帰っておられるんですね。でそれを見てですね、本当に安倍総理が国民から親しまれていたんだなということは本当につくづく感じました。でそれは結構若い方が多かったんですよね。でそこで今日もう一度ですね、党本部の役員会がありましてね、役員会の中で、世論調査の、結果、これ FNN ですね、富士ニュースネットワークですかね、でそこの世論調査が発表されたんですけども、銃撃されて亡くなった安倍晋三元総理の葬儀については政府は国葬として9月27日に実施することを決めた。費用は全額国費で負担する。あなたはこの点について良かったと思うか良くなかったと思うか、ね、でこれ良かったが 31、 どちらかといえば良かったが 19.1、 合わせて 50.1 が良かったという話なんですね。でそれでどちらかといえば良くなかったが 14.8、 良くなかったが 32.1 で足すとですね 46.9 がですね良くなかったということになって拮抗しているというふうに報道してるんですよね。でも違うだろうと、この質問はですよ、銃撃された、ね、安倍総理の葬儀を国葬として実施することになったことが良かったかって聞いてないんですよ。費用は全額国費で負担する。あなたはこの決定について良かったと思うか良くなかったと思うか、ね、何ちゅう質問してるんだと思いますよね。で国葬なら、ね、国費であるのは当然なんですけれども、ことさら全額ね費用をね国で税金で負担すると、まあ、こういう形で言ってるわけですね。国費で負担するだけの、もうこれがね全てのこの財政を誤って考えるもとでね、まあ、ここには税金でやるとかは書いてませんけれども、常に野党がなんか言ってるのは、なんで税金でするんだと、税金ですることについて国民に説明しなさいとかね、税金じゃないんだっていうんですよね。これまずこれは通貨発行権なんですよ。それで税金であることに対してですね、要するに国民からお金を取り上げてですよ、それで、国葬する、こんなこといいのかという論法というのはですね、事実を全く曲げてますよ。俺そんなことしないんですから。だって皆さん方から国葬代と言ってですよ、ね、なんか税金取りました？取らないでしょ、ね、だからこれ全くね、これ国民に誤った印象を与えてしまう、こういう世論調査のやり方なんですね。でこういう調査の仕方をすると、これ、まあ、国葬にすることは確かなん、いい当然だと思っていても、何かそうこれ税金で俺らから取られるのというふうに勘違いしちゃうんですよね。でこういう印象操作で、これがねこの安倍総理の国葬だけじゃありませんよ、全てにおいてそうですよ。さまざまな政府の予算執行することに対してですね、税でやってる、
税金でやってる言ってるわけですよ。税金でやってないんだっていうの。でやってるのは国債発行でやってるんです。財源は国債なんです。で税金っていうのは後で経済の歪みを直すために、また政策的誘導のためにこれ税をかけてるわけです、ね、だからこれはもう何度もあの私が言ってる話でありますけれども、要するに国には、ね、財源は国債でやってる、通貨発行でやってるということです。で通貨発行だけすると、ね、通貨が国民側に溜まっちゃいますから、そうするとこれは歪みが出てくる。お金持ちはいっぱい溜まって、溜まる一方、ね、当たらないしにはなかなか当たらない、そうなっていけないから、それは、ね、ある程度国に返してもらいますよと言って法人税があったり所得税があったりしてるわけで、その回収した、ね、法人税や所得税や消費税で国を動かしてるのかといえば、でそんなもんでは動いてないんですよ。そうじゃなくて通貨発行権でやってると。だから国の事業というのは全て通貨発行権でやってると。でそういうふうに思えば、ね、このこういうくだらない質問の仕方はしなくていいし、財政をもっとまっすぐ素直にですね、見ることができるわけですね。で今日はこの FNN の調査でしたけれども、ちょっとこれは歪んだ質問の仕方ではないかなと思うので取り上げさせていただきました。今週のおまけでした。ありがとうございました。